はいみなさんこんにちはレック専任講師の赤松です今回は私の方で実施させていただきます赤松式記述山手講座太郎と花子の事件簿千二十一。こちらの講座について簡単にご説明をさせてくださいこちらのパンフレットに掲載がございます直前期の講座です こちらのの講講座座赤松式記述山手太郎と花子の事件簿2021合計8回ございます不動,産登記法不動産登記法と商業登記法各1問ずつそれが合計8回ですから合計で不登法8問ショート法8問それだけの記述式の問題を解いていただきます。5回目から8回目までは昨年度のリバイバルということですからご注意ください。 1回目から4回目までが今年度の新作問題となっていますどんな講座かこちらにポイントを書いてます本試験の旧式問題をとことん意識した問題実務すながらのさまざまなシチュエーションでの問題演習ができる本試験の予想問題としてこちらの講座をご利用いただきました方 昨年の合格者まああのどんなお言葉を頂戴しているかね、そちらご紹介しておきます、えー、太郎と花子の試験をこう使いましたということで、えー、こちらの方記述、えー、式で点数を上げるためには馬鹿図を踏むことが、えー、重要です、えー、この講座は、えー、本試験の同等から1.5倍程度の難易度 が設定されているため他のどの教材よりも難しい問題に当たることができ確実に記述の経験値が上がります初めはあまりにも難しくて手も足も出ないほどでしたが繰り返し解いてこのレベルになれることで、えー、本番では自信を持って臨むことができましたはい、このようなことをね、えー、お話ししていただいておりますもう一名の方 予備校の問題形式に慣れていた私にとって初見でで本試験レベルのの問題に触れられらる良い演習の機会でした毎回とても難しかったですが実務の出来事を題材とした問題は非常に時がいがあり過去問の論点も多く盛り込まれていたため本試験ではこういったミスをしないようにと肝に銘じることができました。 ええ、まあ、そのようなお言葉を頂戴しています。ええー、こちらの講座、えっ、ー、と自分で言うのもなんなんですが、ええー、今、えー、受験者数毎年減少傾向にあるんだけど、ええー、こちらの太郎と花子の実験簿こちらの講座だけは毎年、えー、受講いただいている方が増えてきています。ええー、徐々に、まあ、この講座の良さをね、分かっていただける、えー、受験生の方々、まあ、本当にこの講座の良さをね、あの。 知っていただいて、まあそういったところがあの徐々に浸透してきたのかなっていうねところを肌で実感しています。で一言で言いますとこちらの講座本試験の予想問題です。本試験の予想問題。それが合計不当法と小等法と八問ずつ手に入る講座。まあそのようなイメージを持っていただければいいです。 そして難易度につきましては今お話しいただいてましたように本試験レベルと同等あるいはそれより若干難しいと思っておいてくださいですので初見でやっていただいた時はおそらくできないと思いますただまこの構図の目的としているところは初見でできなくてもいいんだけどそれを何回も繰り返してやっていただいて本番にはできる力をつけていく ね本番までに繰り返してやっていただいて本番までには何とかするねそうするとまあこれだけの問題を解いていただくとまあ本番余裕を持って求式問題には望めるはずですまあそういった意味でうまくねこの講座を利用してくださいそして私がこの講座でまあ一番あのまあポイントに置いているところそれは問題のクオリティです。 クオリティの高さで私なりに考えているクオリティってものは本試験レベル本試験の問題に一番近い問題それがクオリティの高い問題と私は考えています例えばですねえー、っと栄養ドリンクが例えば100ミリリットルの栄養ドリンク5本並んでいるとしましょう全部中身一緒でしょうかね同じ100ミリの 栄養ドリンクがあったとしても、えー、質の悪いものも、えー、あるでしょう逆にね、中身がぎっしり詰まっていて、えー、非常に質が高いクオリティの高いものもあるでしょうね、私が目指しているところは同じ記述式問題でもその中でも、えー、極めてクオリティが高い問題ね、そういったものを、えー、皆さん提供しようと考えています じゃあ,、まあどうすればそのクオリティが高い問題を作れるかなんですが、えー、ここで重々分かっておかないといけないことが試験問題を作っているのは誰か本試験問題を作っているのは実務課なんです予備校の講師でもありません予備校のスタッフでもありません実務課が作っているんですでそこを重々分かっておかないと、えー、本試験では停滞面目にあってしまいます その予備校のスタッフが作る問題と実務家目線で作っている問題というのは全く感覚が違うんです。で、私のこの講座も、えー、実務家としての感覚で問題を作っています。ね、まあそういった意味で本試験に近い問題と考えていただければいいです。で、この実務の感覚っていうものはやはり、えー、自分で実務を経験していないことにはわからないものです。 実務書を読んで身にスくようなものじゃないです。まあ私はあのそれなりにねまあ実務も経験していますから、まあ自身のその実務家目線、実務的な感覚、そういったところをねしっかりと使って、それで本試験に極めて近い問題、まあそれを作るよう心がけています。はい、まあそういったことでねあのまあ全くあの。 通常の形式問題とは質が違う問題を解いていただくことができる講座だそういったところを期待してくださいはいそれとこちらの講座はちょっと隠れキャラもねところどころ登場しますこれすみません私が勝手に隠れキャラでしょうとね、えー、とつけたんだけどこれ昨年度分です昨年度分 奈良で大仏弁栽これ私なりの殿堂キャラ長万んべサウルーツ村、ねえー、それぞれ名物は何か千葉の八幡の名物横浜で人気のパスタ店横浜ベイパスタこれ実は本試験で出されてました福岡市五本松 四二一。まあこら地元の人じゃないとわからないかもしれません。はい。えっ、ー、とそういったいろいろねご当地キャラが、えー、入ってます、えー。ご当地キャラが入ってない地域の方はすいません。えっ、ー、と全地域の内容入れるわけにいかないんでね。でえっ、ー、とこの隠れキャラもあのこれがちょっと全面出ちゃうと。 えちょっと問題としては下品になっちゃうんでこうなんて言うんでしょうにしてま,すまああの記述式問題なんだけど私なりにはこだわりがあってまあ,あのこれ一つの私なりの芸術作品とね自分で勝手に思ってます。まあそんなねスパイスもところどころ入れています。 えっと、今ね、あの、出てきて、八幡の落花生。ね、これ、あの、日本一の落花生と言われてます。最高品種。ね。まあ、なおで、ね、同じ落花生でも、やはり品質が悪いものもあれば。最高品種。八幡ブランド。ね、こんなものもあるわけです。私が急須で目指しているのは、そういったところです。ね。村上そこらの急須問題とわけが違う。ね。タロハナブランド。 こういった非常に質の高い問題を皆さんに提供していこうとね考えています。はい、それではえっと合計八回ね、ぜひこちらの質の高い問題を解いていただいて、それで本番の記述式問題でゆとりをもってね臨めるよう、ぜひこの講座をうまく活かしていただきたいと思います。たくさんの皆様のご受講をお待ちしております。ではどうぞよろしくお願いいたします。